ということでケンタッキー大量に買ってきました。イエーイ、うまい。今日がですね12月15日で、この時期といえばケンタッキーじゃないですか。そうだ、クリスマス。ということでちょっとケンタッキーで、うん、前回内藤だけ食べてちょっと羨ましかったんで、はい、今回みんなでゲームをしたいなと。おお、なるほどね。思います。おお、こちらまあ重さを測るやつですね。はい、これで1個ずつ商品をの重さを測っていきます。なるほど。でその前にその商品が何グラムなのかみんなで予想します。で一番重さが遠かった人が食べていく。なるほどね。で先にギブアップした人が負け。で今回もきつい罰ゲームをしてます。今回の罰ゲーム、お片付け。軽っ。ちょっとカメラやってタイガーも入れて、はい、ありがとうございます。3人でやった方が面白いと思うんでね。確かに3人でやっていきましょうか。よし、やりましょう。オルタナチャンネルということで、ジャケで買った人がまず1品目を選びます、はいはい、で、食べた人が次の品を選べる。なるほど、OK です。で、こういうパッケージとかも重さに含まれます。 OK、 はい、じゃあ、行きましょうか。はいよ。ジャケから、はい、最初はグー、ジャケポイ。最初はグー、ジャケポイ。ジャケシャル、ね、お、じゃあ食べたいもの選びます、はい、これだ。うわ、でかいの来たな。一番大好きな和風チキンロースカツサンド。はい、この重さを予想しましょう。はい、はい、みんな持って、持つのは自由だよね。はい、確かめてください。想像つか。想像つかない。それが基準になるからね。わかんない。でも俺ね、ちょっとね、あ、まだこれ言わないでと。俺の裏技がある。罰ゲーム厳しくする。まあ、もうガチになるけど。ガチになるから。じゃあ、片付け3日間はその人だけでやる。いいっすよ。にしましょう。結構大変ですよ。ちょっとだけ増やした。結構大変。結構大変だよ。じゃあ行きましょうか。はい、せーの、ドン。365、360、230には軽いよ。これね、俺何で立てたかっていうと、スマホの重さで立てたの。おお、なるほど。まあ確かにスマホと比べてどれくらいか。なるほど。結構近いと思ったの。スマホって大体360くらいだと思うから、うん、それで考えて。じゃあ乗せますよ。はい。さあ果たして結果はこちらだ。ほら、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 やった。はずー。おお、はずし。めちゃめちゃはずー。はい。恥ずかしい。一番外しい。じゃあ内藤食べてください。違うね。一番外してるのあなたなんですよ。いただきます。はい。なんで食えない人じゃん、もう。いやでも、めちゃくちゃ食いたそうな顔してるよ。いや俺は食いたかったのよ。だけどもう今回はわざと外すってのマジだから。そう、ガチで当てに行く。ガチで食べに行く。食べに行く。もう弱っ。ガセ。はい、いった。おぉ、しめちゃんクリア。続いて何を選ぶのか。うん、あ、1個だけ。うん、なるほど。うちは3個あるんだけど、うん、おもちゃ違うと思うんだよ。なるほどね。確かに。じゃあ予想しますか。これは相当いや。はい、行きましょうか。はい、せーの、ドン。13g。はい、この数字。本当おしゃれ。本当。いや、初め11だったんだけど、持ってみて、あ、もうちょっと重いなと思って13にした。15。あ、近い。25。あ、近いね。近い。ここ2人近いけど、態度毎回離れてるけど、ね、やっぱちょっとずれてるんですね、まだ。でも、タイガの方が近い可能性あるある。じゃあ、乗せます。はいよ。はい。あーあ、10。おー、下がってる。18。うわってことは、タイガだ。タイガティー。これ余裕ですよ。まあ、ちょっともう、まあ、これはね、サクッといただいちゃいます。そうだね。いただきます。はい。おー、これは一瞬ですね、うん、じゃあ、次メロンソーダで。うわぁ、きつぇ。むずいな。オッケー。はい、行きましょうか。はいよ。せーの、ドン。はい。あ、おぴったり。ぴったりでしょ。え、350と350。あ、俺250。じゃあどうする、プラマイ1か4か。そうですね。最初はグリルちゃんけんぽい。じゃあ349にします。はい。じゃあちょっと調整して、はい、タイガが349。349。タイガが350。僕は250。250買うぐらい。いやー、どうだろう。どうですか。じゃあ、はい、どうぞ。はい、乗せます。はいはい、はい、うわー、うわー。重いんだ、飲み物は。相当だ。さあ、渋谷くん2回目。これ349にした時点で負けること絶対ないですよね。確かに。賢い。どういうこと。だ、中間取ったやつは一番強いんだよね。そう、ギブアップするします。なんでだよ。粘れ。はい、行きました。続いて、はいよ。はい。好きだね。さっき何グラムだったっけ。みんな思い出してる。みんな思い出してる。はい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 。あ、じゃあ行きます。はい。
グラムダービーよいしょ16 19 19 19。おお、ここからかぶったらもうじゃんけんしようぜ。オッケーオッケー、乗せましょうか。お願いします。いきます。16。おい、17。あ、17惜しい。ぴったり賞何？ぴったり賞は相手に何か食べさせられるみたいな。あ、じゃあぴったり賞出たら他の2人が食べなきゃいけない、何か。ああ、18に増えた。おい、ええー、ああ、17の方か。あ、消えた。まあ乗せて3、2、1、3秒ですね。乗せます。3、2、1。やったでしょ。ぴったりしょなっちゃうんだよ。ということで、タイガが俺たち2人に好きなものを食わせることができます。はい、じゃこれは渋谷さん食べていただいて。ありがとうございます。喜んでる。内藤さん、シンプルにチキン1つ。うまそう。で、僕も投げていただきます。いただきます。これもご褒美ですよね、今は。うん、美味しい。ちょっとトイレ行ってきます。この男もうやばいです。オルタナチャンネル。コメント。じゃあどうぞ、ナイト選んでください。じゃあちょっと変化球でコーン。コーン、わあ、これいきましょうか。さあみんな持ってください。じゃあいきましょうか。はい、せーの、はい。186 115 90。おお、分かれたね。これ全然結構差ある。結構差ある。じゃあ測りますか。はい、はい、クイズケンタッキーでドドン。114。わあ、リアピー。115。リアピーすごいよ。いや楽勝ですよ。パパッと食べちゃいます。うん、はい、うん、完食。じゃあ続いてここら辺で1個いっときましょう。はい、こちら。やった、チキンです。ようやく来た、ようやく来た。おお、なるほどなるほど。もう一瞬です。そうですね、うん、割れてくると思う。うん、じゃあ行きましょうか。はい、はい、せーの、ドン。120だね。183 110。おお、おお、結構割れた。おーおーおーおお。じゃあ乗せますよ。はい、クイズケンタッキーでドドン。あ、125。うわーい、うめ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 い。本気で嫌がってるかくそーとかじゃなくて、やばいって顔してる。いただきます。はい、完食。さあ何します？まあじゃあこれ行こうか。お、大好き、クリスピー。行きましょう。一番うまいんです。クリスピーは骨なしチキンなんですよ。だから骨の分結構軽いと思うんだよね。確かに。よし、できた。はい、ですか。はい、せーの、ポン。45 20。え、86。君たち、これは40代ですよ。嘘。20。いや20はだってチキンナゲットですよ。そうだよ。ちょっとこれ無理がある。じゃあ上がりましょう。はい、いきます。はいよ、お願いします。39。おい、86でタイガ。はい、本当にめちゃめちゃ尖ってた。あなたよ、これ人生初のクリスピー。やった。ちょっとしなっちゃってるかもしれないけど、いただきます。おいしい。これ食べやすいね。うん、おーおへいよ。いしょ。さあ次タイガ。タイガ、はい、これ。おお、なにこれ。ペッパーマヨツイスター。ツイスター。うん、これいきましょう。はい、はい、あ、むずくそー。そう、ちょうどわかんない。ちょうどわかんない。はい、はい、わかりました。はい、行きましょう。はい、せーの、はい。93 210 132。やばすちゃいます。はい、はい、155。はい、バイトです。わー、これちょっと量多いな。はい、ペッパーマヨツイスター。美味しいけど、もう不正。うん、おいしい。まだまだね、余裕ですよ。うん、続いて、はい、ポールフロー。お、いいよ。うわ、これもむずいな。なんか今までの曲全部なくなるんだけどね。わかる。わかりますよね。いかせない。いきましょう。はい、せーの、はい。134年。56 92。まだ、まだ倍以上ですよ。マジで。いきますよ。はい、ケンタッキーでドン。94。ほら、ニオピン。またでも僅差。36g これ。38。イエーイ。そこの僅差なんですね。そこの僅差はすごいんですよ。そこの僅差ってイコールどっちも全然違うってことですからね。ヨータめっちゃ離れてる。ね、やっぱ正反対なんだよ。すごいですね。すごい、何か一つあったら正反対いくんだよ。それがここまでやってきた秘訣ですね。でタイがすごいよね、真ん中。そうそう、
俺がちょっとこう間に入って間を取り持って意見をまとめてあーいいなー、OK、さあ何にします武士やなうーやんクラッシャーズこれやばい俺3日間の時飲んだのよめちゃめちゃ重いこれは絶対当てないでやばいこれ怖いっすねうんみんな真剣これはマジでやばいプロのやり方ちょっと待って落とすっていうプロだはいはい行きましょうはいせーのはい580 250 300なんで倍なんでなの嘘嘘分かんないえ、だってさあれだよねメロンソーダって500とかなかったっけあれ470ぐらいかなだよねそれより軽いって思ったそれあ、本当にはいいきますはいはい263 263やっちまったおー早い早いすごいでもさすがうんうんうんじゃあちょっとはいあじゃじゃんビスケットですなるほど軽いぞあ軽い軽いぞこれみんなが軽いって言ってるってことは軽いってことですか軽い間違いなく軽いまとめるし推理したんかと思ったらまんまでしたすごい息をまとめただけですいきましょうかはいせーのはい26 30 44おー近い軽い53内藤ですうわマジか軽いに騙された軽いに騙された今まで一番重かったのにじゃあいただきますうわーこれってやん最後はいおうわ見せつけてきたじゃあ続いてはいすごいですうわー一回ねこれはもうあれですねいきましょうはいせーのはい12 16 1517内藤です。はい。やばいな。もうこっからちっちゃい商品はないですね。じゃあ続いて。はい。はい。グッピーです。今一旦休憩に入ってるな。せーの。はい。68。27。45。だいぶ違う。だいぶ違う。いますよ。35。35。なんか一気に流れがおかしいな。掴んできたね俺らは。掴んできました。やば。おぉ、うまいさあ、おぉおやっとすっけ初めてはいこれはみんなしっかりボタンにやる結構薄いぞ、これあはははいきましょうかはいせーのはい105 75 98間取りたかったこれもうずっと間ですよ間取るのうまいなじゃあどうぞそんな間取るのうまいなそんなサッカー選手みたいなじゃあ乗せてください頼めよ93これは見えるジャパンですねうわこれ18やめてあーこれこれもう結構やばいですかやばいこれ来たら結構やばかったあ、マジですかうんということで完食しましたこれはいやーまだ生きてるゲームをクラッシャーですさっきの覚えてますか黄色いやつ覚えてないさっきのが450だじゃあ行きましょうはいせーのはい235 300あれ24やばよし、間頼む行きますはいはい200危ないタイガうわこれはきついぞ普通にタイガまだ2つかナゲット以来ですすげえいただきますはいおいしい甘いきれいにいったじゃあ普通のチキンうわいきまーす普通のチキンが一番つらいめちゃめちゃでげえむずよいしょはいせーの198 107 110いや、あるある200あるよこれ間とも上手いな、タイガ間取らないと取られてんだよこれじゃあどうぞ、行きましょう行きますよ行ってこい100しゃーうわー、どうかよ大逆転こらわったいや、これは意外あー、これはね、きついよ、オリジナルチキンうまいよーー
はーい、はーい、あー、次どれにします？あー、はい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 、あー、めちゃめちゃ重い。うん、思ったより重くない？重いっす。いきましょう。せーの、ドン。298。200。182。いきます。はい、250。はい、はい、勝ち。うわー、勝ち。うん、大体だな。よし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 、もう早い。はいはい、会員。じゃあ、はい、今までないこのチキンの足。あー、なるほどね。いいよ、わからん。マジで自分を入れてる。わかんじゃない。おぉ、犬を捧げるように。行きましょう。はい、せーの、はい、108g。 95。 110。 うわ、間取った。間取った。間取ったぜ。まあ、だから間取ってもピタリ賞いたら負けだから。あ、まあそうだね、確かに。押せます。来い。88。はい、タイガッティ全然軽い。おぉ、流れ変わってる。やばい。いただきます。はい、ここが一番うまいよね、やっぱり。うまい。ここが一番好き。やっぱ胸よりパサパサになりにくいですよね。そうだね、バランスいいよね。はい、さあ、続いて何いきますか。バンガー。うむずい。全然わからんってなってるけど。あー、むずいね。いきましょうか。はい。あー、怖い。せーの、はい。123。170。132。間取るね。取った。いきます。はい。はい。141。おっ、ウジャパさんは29。内藤さんは18。うわガチ、喜びがガチ。さあ、ということで渋谷君、それから戻ってきて。はい、じゃあこれいきますよ、渋谷君。素晴らしい。すごい。頑張れ渋谷。頑張ってください。なんてて、そこはいけるだろ。うわ、ここまで頑張ってな。あーい。さあ、まだまだ続く。うわー、やばい。さあ、できました。はい、せーの、はい、411。200。190。これね、意外といってるんですよ。いきます。ほらね。うわ、ほらね。マジか。390。うわ、きつい。ドリンク3杯目きついって。もうちょっと取れ、やばい。ピタリ消毒系する。そうですか。測っといて、2人ともピタリを出す。なんか脳幹で。脳幹です。68。68かい。さあ、行った。行きました。さすが。よっしゃ、次行きますか。はい、次は決めてます。はい、レッドホットチキンのこの部位行きましょう。むずい。あー、わからん。軽いな。意外と軽いかも。でも分かった。じゃあ行きますか。せーの、はい、ドン。72。68。68。めっちゃ僅差。じゃあ行きますか。はい、ドン。67。どうせなら出てくれよ。ドッキリでした。あー、そういうことだ。なんかで笑ったらね。あー、68。あー、やった。68。そういうことだね。おい、なるほどな。じゃあ、はい、今のはマジで、こっちのでかい方にします。こっちのでかい方にします。さっきでかいやつなんだっけな。でも諦めちゃったんだ。オッケー、行きましょう。はい、せーの、はい、148。100。185。マジ。せーの、ドン。147。え、ほぼぴったりじゃない。すげえ。すげえ。これこそどうせならですよ。ほんとだよ、そしてどうせならあってくれよ。あってよ。47差、うわーってことは、俺の勝ちですね。うお、いただきます。行くんだ。ギブアップ。バイバイ。ギブアップ。バイバイ。ギブアップ。バイバイ。ということで渋谷ギブアップ罰ゲームの予想サブチャンネルで。ということで今日も見てくれてありがとう。今日のクイズ、内藤がドッキリを仕掛けられた時のケンタッキーの商品は何だったでしょうか。まあこれは簡単ですね。ぜひコメントに書いてください。そして楽しんでくれたグッドボタンもぜひよろしくお願いします。それでは良きクリスマスを。メリークリスマス。バイバイ。